特別国会が今日召集されました。先月の衆院選で当選した県内議員もそれぞれの決意を胸に初登院しました。今日は午前8時の開門と同時に先月31日の衆院選で当選した議員たちが次々と国会に姿を見せました。県内唯一の新人議員で比例復活で当選した国民民主党の田中健さんは緊張した面持ちで初登院しました。いつかは国会で仕事したいということで、地方議員から積み重ねてきましてですね、やはり、見える景色は違いますね。ここで、自分が仕事をして、その決断によってですね、日本の将来がですね、変わっていくんだという思いでありますので、今身の引き締まる思いで改めて今日この場を迎えさせていただきました。小選挙区で初めて当選した議員も決意を新たに国政を担う抱負を語りました。お疲れ様です。地元の有権者の皆さんからいただいたやはり重みですね、負託をしっかりとかみしめてですね、初心忘るべからずで新たな気持ちで臨んでいきたいというふうに思ってます。議員たちは午後から特別国会に臨みます。